2016年ツルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間巌先生です。今日は2019年6月14日ですね、夜の11時6分になります。ライブの少額投資の試験投資、今週の試験投資1,2,3,4,5勝1敗という素晴らしい成績が出ました。ただね、時間足、1時間足と1分足の分析などあるんですけれども、1時間足で分析しての、完全自動売買ですね。で、このインジケーターを使ってるんですけれども成績をお見せいたします。こうですね、取引が5回あって4勝1敗ということですね。大変いい成績ですね。最初ロットで1000ロットで通して見てるんですけど、デモで走らせるとライブ講座と違うんで少しね、やっぱり、ライブ講座で試験しないといけないということで少額資金ですけども、どうしました。バイナリーオプション形式で1対1のストップとリミットですね、こちら見てわかると思うんだけど、こうまたシグナルが出てるんですけどね、ここですね。で下に落ちたら勝ちということでね、また6回目の投資になってるんですけど、今週ですね、1億円投資したら投資して勝つか1億円負けるかというバイナリーオプション形式の FX 投資です。ここは200ピップスですね。ストップとリミットが200ピップスですね。いろいろ100ピップス以上から1000となります。自動売買が決めるんで、ストラジテスターで決めるんで、まあこれだともう私だけは1000兆円稼げるんじゃないかと安心しております。やっぱりね、 FX をバイナリーオプション形式で投資するというのがコツですね。リスクを少なくして1対1にね、で行くというのがいいみたいですね。こう、下に落ちたら勝ち、上にね行ったら負け、損切りがこうされるわけですね。このようね、で1000ロットずつライブ講座で投資してますけれども、デモだとね分かんないんですね。ライブ講座で試験してます、少額資金で。でここはだから僕の場合は、1000ロットぐらい投資するわけです。試験が終わったらね、1000ロットですからね、100億円ぐらいですかね、マックス。そう、だからだいたいこれ稼ぎがこう見ますでしょ。1回に稼ぐのは200円か250円でしょ。でこれは最初ロットですね。1ロットで 0.01 0.11 1ロットで100倍ですね。200円かける100倍、1ロットで100倍、2万になるわけですね。1ロットでね、1ロットで2万になるわけですね。それで2万の、2万の100ロットで、100ロットで通したら200万ですね。だから200万、100ロットぐらいはできるけど、1000ロットはできない口座があるんだね。これはできないと思います。マイクロ口座ですからね。だから1000、ここでは100ロットですね。100ロットで、ね。ですから
200万が限度ですね、1回 で勝ったり負けたり、勝ったり負けたりですね。ここはね、ちょっとあの途中で僕やめちゃって切っちゃったんですよ。そのままつなげてたら、やっぱり250円か200円勝ってました。ここはちょっとね、上がりが少ないんですね。ここのとこね。分析をね、このストラジーテスターで、これでね、これはこれでいいね。通過国は、これですね。これで1分足で分析した方が分かりやすいからいいとは思うんですけどね。1H でやった結果で良かったんで。設定値はこうですね。ね。で、必ずここね、こうあって、USB JPI、これね、まず一旦これをね、書き直します、これね。それでね、こちらも。これは AO と RSI2 つ使った分析方法ですね。軸は秘密ですけど、ファイナルオプションで AO はね、非常に高利益だったんですよ。それからね、FX につないで、FX だとバイナルオプションと違って無制限に稼げますから、長者番付のアマゾンさん、2番ビル・ゲイツ、3番目の投資家のね、レベルに乗れるんじゃないかということ、越せるだろうということでやってます。1000兆円の資産を私が作って、ね、日本のお手本にして、日本人に働くことを教えたい。たくさん働いてもらおうと。稼いでもらおうということですね。代表として、スペシャリストとして、そう考えております。繁栄でね、良い繁栄になるということがね、目的です。私の仕事の目的です。ただこう自分勝手に稼ぐっていうだけじゃないんですね。お手本として私だけ稼いで、やりますけれども、ちゃんと日本の世界の繁栄ね、正しく仕事をするということがね、目標でございます。これ全部こう一応ね、全部こうやってね、取っておきますかね。それでここをまずリセットね、今日の日付と、でこれ一旦今日の日付にして、でこうですね、10日にするわけです。それで分析をさせるわけですね。どうでしょうか。このようにやっていきますね。自動売買はもう金曜日ですので、
ね、もう土曜日になるんで停止しました。これだけですね。損切りストップとリミットがあるんで心配ありません。ほったらかしててもどっちかにいきます。まあこういう成績だから、1億円投資してたらいくら稼いだかというと4勝1敗だから、これそのまま流したり勝ったんですよね。だから、4勝1敗だからね、 4億円になったわけですね。1週間で4億円、1億円ずつ投資してたね、損切りでね、1週間で4億円の稼ぎということでしたね。まあ、1000ロットしか投資してないんで、実際は484円ですね。484円の利益でした。最初こう負けたんで、ね、自信がなかったですけどね。で、これでこういって。まあでもプラスの方向ですからね。で、これどうかな？来てんのかな？これ土日も当たると怖いんですよね。それがあるんですけどね。はい、私は2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。現在1億円投資から、1000兆円投資に変更ということで、私の投資戦術を発表しております。FX においてバイナリーオプション形式、このように損切りを1対1、ね、ストップリミット1対1の幅で、現在200ピップスですね、での投資ということですね。そういう私の場合はバイナリーオプションのスペシャリストなので、 FX の投資戦術としてはやっぱりバイナリーオプションみたいに似てる投資をしたいんですね。その方が詳しいんで、詳しいわけじゃないけどもやってるんでね、分かんないんですよ。だから FX もこのように1対1で同じ金額か負けるか勝てるかですね。1個ずつなので、日本の FX みたいに手売り値が低くても大丈夫です。私のこのね投資方法はね。まあ、お金を稼いでればもう貯金があるわけですからね。預けておくのはちょっと怖いですけどね。日本の証券会社に証拠金引くからたくさんお金を入れておかないといけないから怖いですけどね。それはよく注意してください。外国の場合は証拠金高いですから、預けるお金は少ないですからね。万が一潰れても戻ってこなくても大したことないですけど、日本の場合の証券会社の場合は証拠金高いんでたくさんお金を入れておかないといけないんですね。だから非常に怖いですね。で、まあそんなことですね。どうもありがとうございました。半間陽先生でした。